はい。では次のコーナー行ってみましょう。はい。あちら側の主張から。はい。日本共産党大異変、ジャンヌ・ダルク登場うん。ジャンヌ・ダルクなんていたかな、うん、はい。佐久さんがリポストしていますが、城之内美奈さんの12月4日のポストです。えー、共産党初の女性トップに田村智子、C、えー、氏,氏が異例の後継指名という記事を紹介し、これは共産党にとっては良いチョイス。政治資金パーティーのキックバック問題で崩壊間際の自民党も、 男の老人ではなく、無派閥の高市早苗氏を総裁にした方が良い。これね、これ、この、男の老人って書いちゃうと、それこそ、それこそ差別になっちゃうんだけど、まあまあいいでしょう。はい。なるほど。佐伯佐玄太郎さんの12月4日のポストです。これは、党政、党政衰退が華々しい共産党の給与の一策です。 これも、これは C 和夫委員長の後継使命であって、民主的なプロセスを得たものではありません。左翼の一部が素晴らしいと騒いでいますが、素晴らしくもなんともない、とんだから騒ぎです。これから田村大成が20年くらい続くわけです。あと、女性だっていうだけで、ジャンヌ・ダルクとかやめてほしい。命をかけてイギリスと戦ったジャンヌ・ダルクに失礼です。<laughs> <laughs> あの、佐々木さん、これね、はい、あの、ちょっと、 澤口さんがリポストした上野内みなさんの方では、はいえー、これはも共産党にとっては良いチョイスと、はい、いうふうに書いてあるんですが、澤口、はいえー、さんご本人のポストの方では、はいえー、これは素晴らしくもなんともない、飛んだから騒ぎですと,、はい、ということですね。いや、これはあの、ジャンヌ・ダルクがですね、 あの、イギリスにどんどんフランスの都市が落とされてですね、オルレアンが、あの、包囲されて、もうフランスはフランスで亡くなるという直前にですね、お告げを聞いたということで、シャルル大公のところに来てですね、えー、彼女が一人で、あの、戦地に行って、最初は礼遇されながらひっくり返して、最終的には勝ってしまうわけですよね。で、そういう、まあ、まあ、窮地に陥ったから、 そこに救世主が現れたという観点で見れば、まあ、その、僕が、あの、引いたそのツイートのような、まあ、解釈もできるかもしれませんけれども、そもそも論としてだってこれ、別にこの、党員の投票で決まったわけでも何でもなくて、ね、C ・和ズさんが、じゃあもうこれ、もうどん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 党員も減っていくし、赤カートも売れなくなってくるし、じゃあまあ、今度は女性でっていうふうに、まあ考えたんでしょう。 それだったらじゃあ今までの共産党と変わんないじゃんと。まあ全く何も変わりませんね。えー、女性になってってだけですよ。女性になったってダメなんですよ。<laughs> はい、い,いつも、あのー、C さんなんかね、小手先だけの、その、あのー、振りはダメだとか言ってますけど、は共産党の方がよっぽどこ小手先じゃんっていう話で、ね、すひどい話ですよ。だって。後継指名のて世襲かみたいな。<laughs> これまだね、うん、確か後継指名してないはずです。あ、してないんですしてない。あのね、これは、11月に、あのー、いわゆる、 重、十中層っていう、共産党の会、会があって、その活動報告を通常は示がするんだけども、うん、えー、田村さんって女性の方に、うん、えー、やらしたんですよ。です。これは事実上の後継使命だっていうふうに言われてるんですよ。そういう意味です、ね。えー、確かそうだと思います。あ、わかりました。えー、ファクタかなんかに書いてあったんですかファクターにあったというか、まあ、あの、その、あの、なんですか。 活動報告をするのが彼女だったっていうのが話題になってくるんです。なるほど。えー、まあ、彼女に活動報告させたのが恣意的だったっと,とうういうことですよね <laughs>、はい。そういうことですね。それと、はい、あと彼女はあの、もうこれ6月の時点ですけど、参議院議員なんですけども、次の選挙では衆院に倉替えすることも決まってま、うん、あそうですか。そのことも含めて、えー、これはもう田村、うん 前従への動きっていうのは、まあ、半年以上、もっと前から、はい、続いてた。そういうことなんですね。はい。まあ、あの、スタイルさんに合意するのは、女性だというだけで、ジャンルダルクとかやめてほしいと。よくあの、ほら、美しすぎるスパイとか、なんか過剰な表現つくじゃないですか。ちょっとね。んまあの、なんだ、なんか美談みたいに言うのはちょっと違うんですかちょっと違いますよね、かなりね。はい。えでは、ここで、特別原的確の、はい。参ります。 山岡哲秀の本当にあった都市伝説。うん、はい、えー。過去最高の C パックジャパン2023日米保守派が安全保障米大統領選 LGBT など議論東京で C パックジャパン2023ザクザク12月4日の記事です。うん、はい、えー。ザクザクさんとらせてくれていたんですね。あ,はい、ありがとうございます。はい。 全米最大級の保守系集会保守政治行動会議 CPAC の日本版 CPACJAPAN2023 決戦前夜各 JCU などが主催ですが2日東京都内で開催された中東やウクライナ情勢は混迷を深め来年は台湾総統選や米,米大統領選などの重要イベントが控えている日米の保守派が議論を交わしたはいあ、あの、ゆっく富士山はちゃんと取材にしてこられた たんですね、ありがとうございます。やっっっっぱりジャーナリストでででであれれればすすね <laughs>、はい、当然来来ららるとと思っていいまましたけどもさかかない方がと <laughs> <laughs> ずきそ次回はもう家族帯同で、はい 伺わせていただきます。<laughs> なんで家族なんかないんだけど。メモしとくいましょう。メモしとはましょう,う。いろんなとこで吊るし上げられるう。あの、じゃあ <laughs> 次には読んでください。はい。山岡さんの12月3日のポストです。CPAC Japan 2023過去最大の聴収と高評価。安全保障関連セッションでは、 1. 1自衛隊は米軍の補完戦力でしかない。2. 日本は独自の外交防衛政策を遂行できない。3. 共和党政権は対日政策を変更する意思があるのか。白熱の議論が交わされました。 ポソビック氏はトラ,ンプ大統領トランプ大統領に直接進言すると約束、会場から拍手が。はい、というわけでこ、うん、これ、あの、<ら>僕も、あの、二コマ、登壇させていただきました。一つは LGBT 関連、一つは安全保障関連ですね。で特にこの安全保障の方は、タボ紙。 元航空爆料長も参加されまして、ゴードン・チャンスさんというあの、アメリカで著名なジャーナリスト、それからジャック・ポソビックさんという元海軍情報将校ですね。で、白熱した議論になりまして、で、まあ僕からはですね、やはりこの自衛隊というのは、いつまでたっても米軍の補完的な軍隊であり、自己完結していないし、アメリカはこれまでですね、歴代政権はずっと日本には独自の防衛政策は取らせないと。 こういうポリシーを貫いてきているのを分かって知ってますかと、そのアメリカからのゲストに聞きまして、そうするとですね、知らないんですよ。つまり日本に好意的な保守的なアメリカで著名な人たちでも、戦後一貫してそういうポリシーが取られてきたということをちゃんと認識していないというのが現実なんです。 だから普通に日本は同盟国だなみたいな感じに考えていて、実はそういうポリシーがずっと行われてきたということははっきりと認識してないんです考えてもないから。 だから言われて初めて、えみたいな感じになるわけですよ。でそしてそこで田カミさんがですね、いや、だから日本が独自にね、戦闘機とか開発しようとすると、アメリカからもうものすごい妨害があって、とかってブーっなんかって、<laughs> <laughs> それで、もうなんか騒然としてですね。でいや、だから日本、本当に、だからアメリカの国益のためにも日本がきちんと独立することは大事なんだと。 というふうなところに持っていったらですね、こう、ジャック・フォソビックさんが、えー、じゃあ、あの、来年、再来年ですね、トランプ大、トランプさんがホワイトハウスにね、帰還したら、その時僕は直接トランプさんに自衛隊をより強化し、自立させることは大事だということを進言しますと、その場で約束をしてくれたんですよ。でそうした会場からバーッと拍手が起こりまして、えー、まあ、ですから、まあ、民間外交ですね。 はい。あの、本当は、だから外務省も、あの、日本外務大臣もですね、<laughs> そういう話しなきゃいけないわけなんですよ。もう堂々と。もう戦後だって80年ね、えー、経つんだから、いや、もういい加減にこれもちゃんと自立して対等なパートナーしなきゃダメでしょう、ということをどん,どんどん詰めなきゃいけないんです。ところが、日本の外交っていうのはずっとですね、ことよてヘラ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 して、何言われてもヘラ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 っていうのはずっと日本の外交だと言われて、まあ実際そうなわけです中国人だともうガンガンやってるわけですよ。えー、だから、いつまで経っても状況改善しないし、 また、向こうも言われなかったら認識してないわけです。だただ、トランプさんは日本に来るたんびに言ったそうですけどね。心臓、もういい加減にね。もう日本は侍の国なんだから、独自にやったらどうだと。でもそこは安倍さんはちょっと突っ込めなかったそうなんですよ。でも、から堂々と言わなきゃいけないんです。まあ、というわけで、このーパ a クという場を借りて、まあ、そういった民間外交もですね、ちょっとやってみたということで、えー、大変その、過去最大の入りで、 あのでこれがねまたプロテスト要するにあの、えー、抗議者がいなかった向こうの主催者に言われたんですアメリカの言われたんですけどえなんかアメリカとかどこ行ってもね必ずそのおプロテストする人たちが反対派が来るんだけど「や来た」っ日本来てない」ってら「えー、っ!」とか言ってすごい驚いてましたね。 でまだ知名度がないってこともあるのかもしれませんが、えー、日本では滞りこなく平和に、えー、こういったこの保守行動会議が開かれたとこと。これも非常に特殊すべきことで、来年はもっと大きくしていきたいと。つまり、保守派と、グローバリズム反対なんですけども、その保守派とは、の良心的な人たちとはしっかりと組んでですね、やっていくってことは日本の国益にかなうことなわけです。で、一緒にグローバリズムと戦う。そしてまた、アメリカの属国状態から脱しなきゃいけないってことなんですね。 という、まあ、だから、あの、シーパックは別に都市伝説じゃなくて、あの、これ本当に、ええ、あったということで、ええ、大変な好評でした。はい。あ、写真ちょっと、これは、ええー、これは真ん中にいるのは、あの、メルセデスさん、メルセデス・シュラップさんって言ってですね、あの、ホワイトハウスでトランプ大統領の広報関係の補佐官した人です。だいたの方はハンガリーかい出してるんですけど、うん、ハンガリーって国はですね、小さい国なんですけど、なんと、あの、LGBT とかそういうものを全部跳ね返したんです。 で、なんでハンガリーにそれができたのっていう話をね、あの、聞いたんですね。はい。もうそう説明してるとこれで終わっちゃうから、あの、しませんけど、あと写真出ますか他にも。はい。え、これがあの、その安全保障セッションで、まあ、タブガミさんと、ォードン・チャンさんと、ジャック・ポソリックさんもいらっしゃる。ここでもガチの議論を、まあ、したというようなことなんですね。はい。 はい。このように写真を撮ったりしています。ハンガリーの方、まあ、それから安全保障セッションの方々という感じで、えーまあ、非常にね、あの、有意義な、文字通りあの国際会議、報道を伴う会議ということで、また来年も取材に来てください。は,はい。行けばよかった。<laughs> <laughs> はい。では、えー、恒例の文化人アンケートの方行きましょう。はい、えー。文化人アンケート発表です。えー、12月20、えー、12月5日のアンケートです。 最近、自我が芽生え始めたと報じられ始めた岸田総理。日本の実質的支配者は少ない方から参ります。1%。岸田総理と政権中枢。次は4%の中国共産党。次は11%国民に決まっている。次は25%、25%の米民主党。一番多いのが59%財務省。うん。はい。 <laughs> あの、自我が芽生え始めたって何ですかこれ自我が芽生え、矢野さんこれ、自我が芽生え始めたと言われてるんですか言われてるんでしょうかね。自我が芽生え始めた。<laughs> 何ですかそれ。<laughs> なんか3歳の子供じゃないんですね。<え>自我なしに総理なんかされたら困りますよね。なって、わかりませんね。まあでもこれ、あの、米民主党と財務省ってことなんですけど、財務省もずっとアメリカが、 ですからね。はい。ってことで、まあ、そういうことなんですよ。うん、次行ってみましょう。はい、12月5日のアンケートです。急騒猫を噛むとありますが、追い詰められた岸田総理は、いたちの最後っぺで何をしでかす、うん、少ない方から4%の、うん、トリガー条項解除と、自公国,自公国連立。次は5、5%の、安倍元総理の悲願、憲法改正。 次は8%の間違った形の北朝鮮拉致問題解決。次は11%。破れかぶれ解散で、破れかぶれ解散で政権交代。一番多いのが72%。何もしない。強いて言えば検討。<laughs> これち、ちょっと待って、ちょっと待って。質問は最後っぺって言って、最後っぺで何をしでかすかっていう質問で、<笑><笑>なんで答えが何もしないってなってんのまあまあ、わけわかんないけど。佐杉さん。 まあ、しかもその何もしないってのが一番多いってのがね、あれですけど。<laughs> だけど確かにここでね、やっぱり岸田さん変なことして、例えば、破れかいぶれ解散なんかやった日にはですよ、岸田さんが今度は総理を辞めた後にですね、影響力保てなくないですかみんなを、自民党のまあ議員だって、ええー、ってな,なるでしょう。だまあ、何もできないですよね。普通に考えたらね。まあ、どうわかんないですけど。ジャルスさん。 まあ、あのこの支持率になってしまうと、正直もう解散もできないんですよね。うん、で、あと、このパーティー権疑惑ですか。これは相当、特捜部がですね、もうエイス級を全国からかなり呼んでるらしいんでね。えー、年内で終わらなくて、えー、来年の通常国会が始まるまで、えー、しばらく続く。 またもしかしたら通常国会中も中も続くかもしれないんでね。これは、あの、いわゆる選挙もできない、何もできない状況に陥ってくる皆さんの予想が正しいと思います。ただですね、それでも岸田周辺はもう追い詰められて何とかしたいと思ってて、ちょっと先日誰とは言わないんですけど、ある人が私に連絡してきて、もう本当に憲法改正やらせるから、 ちょっと、見てくれ、見てくれというような話をしてきたんですよ。うんえー、ただ、あの、前も言ったかなあの、政権ができた直後のパワーがある時だったら、はい、万が一できるかもしれないんですけど、うん、ここまで終わった政権に、その歴代政権ができなかった憲法改正ができるなとはとても思えないんでね。しかも変なことやられと困るんですよね。うん、そうですよ、ね。うん きち正しい改正してくんないと、もちろん改正してくんないと。また解約しちゃったら、もう最悪ですからね。うん。でもなんかよく、あの、政権発足当初にね、好意的なことを言う方々が、いや、岸田さんだとね、この左翼の追求が甘いから、結構すんなり憲法改正できるんじゃないかなんてことをおっしゃった方いましたよね。うん。でも全然でしたね。まあ 安倍さんがもしご存命だったらですよ、うん、お尻を叩いてやらした可能性もあるでしょうけど今,今の自民党安倍さんがいなくなって、まあ、1年ちょっとですけどもう全く違う政党になっちゃいましたからねそうですね全く違う政党になってしまいましたねはい次いきましょうはい12月4日のアンケートです国民民主から、えー、脱党、えー、新党を結成した前原誠司氏ら5人の議員中でも比例復活の加田幸子参議院議員の 経歴は真っ黒この行動の理由は、えー、少ない方から参ります3%代表選で対象安心して背中を刺された玉木党首はお人よし次は7%前原誠司氏ら5人は維新に合流したいだけ次11%前原誠司氏ら5人の行動は卑劣で卑怯 <laughs> 次は29%前原誠司氏ら5人には有権者の怒りの審判が下る 一番多いのが50%、前原政治士ら5人の行動は年末の政党助成金狙い。<laughs> こ,れこれ、これ、これ質問と答えが、ね、<laughs> <れ>理由を聞いてるのに。そうそう,そう,うなってのか <laughs> こ,この行動の理由は理由、理由を <laughs> 聞いてるのに。<laughs> ファンが降りるって理由が。本当だ本当、ね、こういうの実験で言ったら本当に困りますよね。<laughs> なんかいっぱい訂正したいもうこの質問事項があってごめんなさ,い <laughs> さっきもいこれもうねもうこれアンケート自体があのネタですからはいエ <laughs>、はい、ンターテイメントですからね次いきましょうはい12月5日のアンケートです <laughs> 近年政治関連で泣いたのは、えー、少ない方からまいります6%令和山本太郎氏の演説12%参政党神谷宗平氏の演説 次は13%、涙の会見といえば号泣県議野々村氏。えー、次は17%、菅氏の国葬弔辞、えー、長長<寿>野田氏の追悼演説。一番多いのが52%、いま、えー、だ安倍元総理の動画見て泣いてる。これさ、子供だから泣いたってことがちょっと <laughs> 意味がこれ結構混同してないこれ。だって涙の会見といえば号泣県議野々村氏ってこれ、全然。<laughs> <laughs> これ、としいね、他の言うて全然意味が違うじゃんね。<laughs> 情けなくて泣いたもですもんね、一番下はねそうそうそう。一番下はこれ、全然感動して泣いたんじゃないでしょうすこれ感動したんですよね、<laughs> 多分趣旨としては。本当は。 そう,そう質問の趣旨は、あのー、まあ、これ、こう、泣いたからね。の政治関連で泣くかなんで泣いてもいいのか。なんで泣いてもいいんだこれ。だから、<laughs> からの上の4つは割と感動で泣いたということで、5番っていうのはもう情けなくて泣いたという意味なんですね。これでも演説してる方が泣いてるっていうのは5番だけです、ね。あ、そう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 。これちょっとやっぱりこう。あ、そうそうそう,そう。鋭い鋭い。これ、だから泣いたのは布々らしが泣いてるという。わけ <laughs> はわ、い、かります、ね。<laughs> もらい泣きですかなもらい泣きしないあれでもらい泣きする人いるんですよね。いはい、あ。いやあのー、どうしようかな。コメントを求めて大丈夫ですかあの、矢野さん。<laughs> 真面目なコメントした方がいいんですかいやいや、もう何でもいいですも。もう、こういう、こういうアンケートですから、どんなコメントでも。いや、これ、あの、作った方をよ,よく知ってますけど、きっ、はい、と、あの、本人は1か2なんじゃないんでしょうかね。<laughs> ねご本人はね。 えー、まあそうなんでしょうね。私も、あの、あれですね、2番かな。うん。うん、国葬はやっぱりちょっとあ泣きましたね。えーはい、はい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 。まあ、最下位さんどうですか僕はもう1番です。今でも安倍さんの動画、いろいろね、あの、近畿大学の演説とかですね、もう名演説ですね。もういまだに僕ね、あれは本当にこの事件の不条理とね、やっぱり照らし合わせても、 涙出ますね。本当に残念だったですね、うん。まあ、あの、僕の場合はですね、ちょっと言うとこの、分析しすぎちゃって。うん、だからこの、今おっしゃってるのは安倍さんのスピーチとかそういうのをね、見て、まあ、あるし日の安倍さんの、まあ、そういう魂に触れて涙するってことですよね。はい。そう、本当その通りなんですが、ちょっと、あの、僕の場合、この番組とかで、 なんか、分析しすぎちゃって、こう、もう本当にこう、弾がどういう角度から来たかとか、なんとかもう、一人一人の動きとか、そういうとこ行き過ぎちゃって、え、ちょっとこう、動画を見て、こう、泣くという感じでなくなってしまったんですけれども、しかしですね、この、その、事件現場というものが、完全に変えられちゃったでしょうん。もう現場検証もできないような状況ですよね。はい。で、え、何らかのモニュメントも作らないと。 でなんかちまさにそのモニュメントを置くのに最適な場所あるじゃないですかコーナーの花壇あそこなんかこうちょっとやればいいわけですよそんな大きなものじゃなくてもねちゃんと一つのやっぱりこう印としてそれもしないというあれを見てねもうなんかやっぱこれこの国滅びるかもしんないなというねもう怒りと絶望感ですねこうあのこう泣けるというよりもその怒りとこう絶望感が強いんですよね さんもう山岡さんと同じで弾の角度がどうだったとかねすごいニコニコですっけあのやっていたんで私もなんかこうちょっとそっちはちょっと行き過ぎちゃってちょっと感情あえて感情を消さなきゃいけないんですよだってその狙撃シーン何回見なきゃいけないじゃないですかなんですがまあしかし本当にとんでもない。 ことでしたよね。えー、今ちょ、ちょちょぼっと見たんですけど、浜口大幸なんかも、遭難、東京駅で刺された時の遭難現場、やっぱちゃんとこれ目立たないけど、ちゃんと今でもあるんですよね、うん。そうです、そうです、そうで、ん、す。まあ、あの、あれですよ。今すぐにはできなくても、あの、清井町に、あの、前も言いましたけど、大久保敏光のもう7メートルになるすごい声です、ね、日があるんですけども、これも確かね、10年後ぐらいできてるんですよ。うんはあ、ですからまあ、 安倍さんが亡くなってまだ1年、2年経ってませんので、これから、え、奈良の方々が、あの、ちょっと、あの、そういう思いを変えていただいて、なんか作っていただければいいなと。それはやっぱり、市長も変え、変わんないとダメなんじゃないですか。うん、うん。もう、うん。その政権変えて、市長も変われば、市長がやっぱちゃん、ちゃんと締めで残しましょうってことになったら、できるかもしれない。おっしゃる通り、すぐにできなくても、まあ、必ず作るという気持ちは大事ですね。はい、はい。じゃあ、告知の。